一瞬出てくるお母さんとか OL とか JK タクシー運転手らへんの演技の生々しさが良かったなと思って。リアルだ。これがね邦画にできない部分で、多分役者自体のクオリティは変わらない。だから役者さんが悪いわけじゃなくて、これは多分監督の役者への演技指導とかがうまかったんだと思うんだよね。だからこれをやればいいのにっていうふうには俺はすごい思う。そのお母さんもさ、邦画だと余計な演出カットが入ったり、余計なセリフがちょっと何してるんですかとか入ってきちゃう。それはだからやりすぎなんだよねやっぱり、で子供とかにもさ、いやおじさんが助けてくれたんだよとかっていうことを言わせたりとかって、その全部説明しちゃう感じセリフで、それは演技じゃないんだよ、それは説明なんで。だからあの OL さんもあそこで何も喋らない。あのあれか、その神社の中で、サンドイッチ食ってる人ね。そうそうそう。で役所広司が気まずい顔されてちょっと笑い起きてたけどとか、あと JK もちょっとイラ立つぐらいとか、あとセリフ、あとあれよ、その銭湯でさ、めいっ子と来た時に銭湯で休憩所に来たおじさん来たりとか ね、あれちょっとね可愛かった、ね、全部いいっていう、ちょうどいい、全部ちょうど。このね俺たちの伝えたいことって結構言葉で説明するの難しいね、結構空気感の部分だから。空気階段違うよ。洋画ってなんでこんなおしゃれなんだろうって思ったんだよ、ね、見てて。これ系って多分邦画にもあるんだよね。邦画だとこう表現はできなかったであろう領域だよね、なんか見てて、どこか洋画を感じるじゃないけどさ、日本だったら絶対今やってるこの趣味がこれがどう楽しいのかっていうのを絶対説明する、広告的になってしまうというか、やっぱね分かりやすさと作家性って相反してて、これってやっぱ日本に足りないその作家性の強さっていうものをすごい感じる作品で、表現したいこと演出したいことっていうのは全部説明してしまうと台無しになったりするしさ、あの雰囲気が崩れちゃうんだよなんて言ったって映画自体の、これはそのそっち先行じゃない、やっぱ作家性というか演出だったり雰囲気だったり、こういう世界の中にお客さんに入ってもらおうというか没入してもらうことが目的だから、不要なんだよねそういうものって、説明とか逆に邪魔でノイズになっちゃうじゃん、だからそういった意味では日本では生まれなかった、でも日本にもこういう映画が作ってほしいなとも思うし、この繊細さがなんで日本人が繊細だって言われるのにできないんだろうって思っちゃうよね。メディアコンテンツになった瞬間さ、アメリカンスナックみたいになっちゃうの。作れる人はいると思うんだ、ただそのスポンサーがつかないんだろうな。まあ派手じゃないし、興行的ではないからね。渋いおっさんの日常を淡々と描く、そこに作家性を付け加えるっていうことが日本もできたらいいなと思いながら見てましたね。それだけで聞くとさ、孤独のグルメを、孤独のグルメはあれはめちゃくちゃ喋る、テンプレすぎるけどちょっと喋んないからな。そう、あのマジで喋った回数合計で多分3分間くらい、微妙に喋るからさ、またこれが、なんとも言えない。この雰囲気ね、おしゃれ、ね、めっちゃおしゃれ、絶対邦画じゃない、日本洋画の雰囲気だもん、このさ横で寝てるサラリーマンちょっとリアルなんだよ、そのトイレね、これ面白いよね、薄く透けるやつね、そうちょっと見えてるじゃんと思ったけど、うん、あの文字出す位置とかがやっぱおしゃれなんだよ。